それではパスの連結を説明します。まずマウスでラインを書きます。このように書いていった時に、最後にここで止めようと思った時に離れる場合があります。大きくしてみます。こことここをちょっと上にしまして連結したいんですけども、この時はダイレクト選択ツールを使います。このパスの2つを選択しました。ここですね。これで選択できてます。これでオブジェクトからパスの連結っていうボタンを押すと瞬間にパスが連結されます。